みなさんこんにちは。新日本語借用語の分析、高校生を対象に、今論文は5章で、第1章は結論で研究動機及び研究目的について説明します。第2章は先行研究です。まず新日本語借用語の定義を明らかにして、次に台湾における台湾語と日本語との交流について説明します。最後に本研究で用いる借用語の規則を提出します。第3章は研究方法です。主に文献分析法とアンケート調査法を扱っています。第4章は調査結果を分析して、第5章は結論をまとめます。まず研究動機ですが、売店の看板や新聞記事でのタイトルや、さらに若者たちの間に使われているネット横から、活字、転職、違和感などがよく見られます。それらの借用語は現代中国語にどのような影響を与えたか探究したいことなんです。それゆえ詳しく言えば、研究目的は下記の4つが挙げられます。 1. 規則の解明、 2. 台湾青少年の見方と受け入れ等の調査、 3. 利点と欠点との比較、 4. 台湾にもたらす影響の探究。続きましては第2章です。はじめは借用語の定義についてなんですが、辞書によると他の言語より借り入れられ日常的に使われるようになった語彙です。外来語はその一つです。しかし新日本語借用語とは流行文化の影響でそのまま借用した語彙です。台湾語と日本語との交流は日本語を通用語となった日本統治時代、それから日本語禁止された戦後の台湾とハリブームで日本語借用語が大量に混雑する今の台湾に分けられます。戦後文献の分類を参考して、本論文では主に4つの種類に分けられます。まず地形の借用を手段として訳す借用語です。種類も多彩です。例えば1固有の和製慣行の借用は手続きがその例の一つです。2語彙の拡大は現行の意味に他の意味を加えて新しい意味になります。例えば栄光です。3語気の短縮は現行の意味の一部分を取ります。例えば道具です。第2は翻訳による借用語です。よく知られている言葉はかわいい、あなた、畳です。次は音訳と意訳による借用語、例えばクラブです。最後は新造語です。例えば大何々です、大人気、また何々風というのもあります。乡村風もよく聞こえますね。続きまして第3章は研究方法になります。文献分析の次はアンケート調査です。これからソフトウェア SPSS22 によって分析を行うほか、外事助検定を採用し、領空の再生が現状であるかを一時と探究します。第4章では調査の分析の結果を説明します。まず新日本語借用語と接する集団はどの国でも一番高いのはインターネットで、次はテレビで、3番目は友達と YouTube になります。次に新日本語借用語のメリットに関してはどの文でも同じ答えが見られます。それはユーモアがあってもっと豊富な表現景色を持っているんです。一方デメリットに関しては過去の使用が中国語の本来の文脈に何らかの影響をもたらす心配があります。それから外事助検定を行ったら有意な差が検出された項目は事後の使用頻度と日本語学習に役立つかという項目です。非日本語学習群より日本語学習群の方は使用頻度も高いし、借用語が
日本語学習に役立つという肯定な姿勢を持っています。第5章は結論となります。1. 日本統治時代の台湾の借用語の多くは音訳方式で、最近では漢字の便利性を利用した借用語が大変多いです。 2. 青少年の受け入れ度が高いですが、加藤の使用が中国語の本来の文脈や表現形式及び台湾に対して影響を及ぼす恐れがあります。最初はネット用語の流行から生活用語に至るまで独特対話方式が形成されていますから、本来の意味がつかめにくいです。 4. 語源の発展の観点から見ると、借用語の出現はさらなる語源の創造性と多様性をもたらします。以上です。ありがとうございました。